気球に取り付けられる直前のレーウィンゾンデ。レーウィンゾンデはラジオゾンデとレーウィンを組み合わせた高層大気の気象観測装置。ラジオゾンデの一種で上空の風向や風速を観測するための方向探知装置を用いて追跡できるもの。レーウィンゾンデはラジオゾンデの一種で従来のラジオゾンデが持つ上空の気圧、気温、湿度の観測機能に加えレーウィンとしての機能。 つまり、上空の風向、風速の観測機能が付加された気象観測機器である。ラジオゾンで及び、レーウィンも参照レーウィンゾンでは、水素ガス、またはヘリウムガスを充填した気象観測用ゴム気球に無線発信機を搭載した観測機材を吊り下げ、上空に放たれる。レーウィンゾンで本体が観測する要素は、気温、気圧、 湿度で観測結果は国々無線で送ってくる。日本の気象庁の主力ゾンデであった RS2 から91型レーウィンゾンデの場合は、気球に接続された長さ15メートルのクレモナヒ紐に吊り下げられ、無線の電波に前述の3要素とレファレンス信号を発信音の変化に変換、自分は理方式で送信する。高度は地上の気圧、また位置は地上に設置した。 自動追尾型の方向探知機システムを使用して、高度角と方位角を0.01度単位で観測し、高度と角度からその位置を求め、一定時間ごとに変異したゾンデの位置から、その地点地点の風向風速を計算する。レーウィンゾンデで得られた観測データは、構想点地図の作成のほか、気象衛星から得られる観測データの構成や、数値予報の基礎データとして活用された。 一日二回定時に各観測所から上空に放たれた。ヨーロッパでは方向探知機システムを用いた無線追尾方式に比べて地上設備が簡易な GPS ゾンデにとって変わられ、日本でも気象庁が2009年までに GPS ゾンデに移行している。高層風だけの観測に関しても風の乱れによる電波のドップラー効果を観測するウィンドプロファイラによる観測に移行している。 なお複合装置であるレイウィンゾンデが作られるもとになった純粋なレイウィン技術やラジオゾンデ機能を搭載しないレイウィン装置やそれだけを利用した観測については別概念であるのでレイウィンの記事を参照のことありがとうございます